皆さんこんばんは、リサです。今までもメリーさんにはたくさんの記事を書いてもらっていたんですけれども、今回はこちらの記事を書いていただきました。大人気 YouTuber、 ちょっと言われすぎ。動画で覚えるおすすめメイク術ということで、今までの私が上げてきた動画をランキングにしてくれています。こんな感じでちゃんとさの感じが合ってます。これ小麦粉パックのやつかなって感じなんですけど。そして今回の動画ではですね、この夏に向けたおすすめのメイクをやっていきたいと思います。ではビデオをスタート。では早速夏に向けたおすすめのメイクをしていきたいと思います。はじめにポール&ジョープロテクティブファンデーションプライマーの1を顔全体に広げていきます。崩れにくくなるので、この時期にすごくおすすめのプライマーです。ファンデーションはラネージュの BB クッションポアコントロールのピンクベージュを使用していきます。クッションファンデーションですが、ツヤツヤしすぎずフィット感があるのでお気に入りで、最近よく使っています。次にクッションで作ったツヤが消えない程度に、エレガンスのラプードルオートニュアンスの5番をテカルゾーンにのせていきます。アイブロウはアナスタシアのブロウウィズダークブラウンを使用していきます。こちらは芯がすごく細くなっていて本当に描きやすいので、最近のお気に入りです。メンシル側で描き終わったら逆側のブラシでぼかしていきます。アイシャドウはケイトフォルミングエッジアイズの BU の1番を使用していきます。一番明るいカラーをアイホール全体にブラシでのせていきます。そして中央の明るいブルーのカラーを目の中央から外側に向かってのせていきます。そして一番濃いブルーのカラーを目尻側からのせていきます。こうすることで目頭側から目尻に向かってのグラデーションができます。そして今回はスプアのオールデイアイメイクアップシーラーを使ってアイライナーを作っていきます。一番濃いアイシャドウとこちらのシーラーを混ぜて付属のブラシでアイラインを描いていきます。今回はシーラーを使用しましたが、使い切れないアイブロウコートなどでも代用できるかと思います。下まぶた目尻から3分の1の部分は明るい色と濃いブルーを混ぜていきます。そして中央部分は明るいブルー、目頭側は一番明るい色をのせていきます。そしてビューラーした後にケイトのラッシュマキシマイザーのホワイトを塗っていきます。下まつげにも丁寧に塗っていきます。そしてマスカラはアバンセのラッシュセラムインマスカラ、ブラック&ブルーのブラックから塗っていきます。こちらはドラえもんとコラボしたものになっています。目尻の部分を外してマスカラを塗っていきます。下まつげはすべてブラックで塗っていきます。逆側のブルーですが、すごく綺麗なブルーになっています。先ほどブラックのマスカラを塗っていない部分にこちらのブルーのマスカラを塗っていきます。そしてチークはレブロンクリームブラッシュ150番を使用していきます。こちらカラーステイということですが、使ってみてそこまでカラーステイという感じはしませんでしたが、サラッとしていて使いやすいです。仕上げのリップは MFC リキッドカラールージュの BE の1番です。目元は色を持ってきたのでリップは抑えめにしていきます。これで夏のおすすめメイクの完成です。いかがだったでしょうか。夏のトレンドのメイクはたくさんありますが、やっぱりトレンドカラーはブルーになるみたいです。先ほど紹介した記事の続きはメリーのアプリから見ることができるので、もしまだダウンロードしてない人は無料なのでダウンロードしてみてください。ダウンロードの URL は下の詳細欄に貼っておきます。最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。いかがだったでしょうか。ちょっともうちょっと口回んな、口回んな、口回んな、口回んない。あるんですけれども、変だね、たくさんありますけど。ありますか。なんか変だった？聞いて変なとこあった？